旧同盟の中の、一番まともな核になるのが、まあ、旧である。でその非常に旧に近い人たちがいるんですね。でそれがトランプ大統領だったりとかマイケル・フリン元中将だったりとか周りにいる人たちがいますね。そういった人たちの中にはかなりのレベルで銀河連合の宇宙人とかコブラのレジスタンスムーブメントのメンバーたちと接触している人たちがいると見てます。現実の問題、トランプ大統領は銀河連合の宇宙人と直接会っているみたいですね。もちろんトランプ大統領はですね非常に愛すべき人間で非常にいいことをいっぱいやってます。ただしそのワクチンの問題に関しては、まあ、彼は騙されてたんじゃないかなと。銀河連合にねワープスピード作戦でワクチンの接種を早めた。で彼ほどの天才が mRNA ワクチンが危険でね、で大量の不妊者を出すってことぐらい知らないはずがない、なのにやっていて、しかもワクチンみんな受けてよみたいなことを言っている。マシなワクチンはちゃんと用意したと。でもちろん危険なワクチンもあると。で自分たちで判断して安全だと思うワクチンを打ちなさい、あるいは打たないで頑張りなさいっていうメッセージかもしれませんね、トランプ大統領からのね。だけどもほとんどの人はそのメッセージ正しく受け止めることはできないと思います。で自分たちはって言ったらどのワクチンが安全かは知っていると、あるいは打ったふりをして打ってないかもしれない。これでもしあんなメッセージ出してたらそれこそ悪質ですわね。山に山に著しく反する行動だよね。で僕はそういうのは不愉快です、はっきり言って。で今地球同盟の人たちは今からもうちょっとかかりますけれども、最も長ければ今年いっぱいかかりますけれども、選別しているところです。今地球の中で一番地球の未来っていうものをですねコントロールしているのが地球同盟です。だから僕が時事ブログでしょっちゅう地球同盟の人間たちにちゃんとしなさいってメッセージを送っているのはそういうことです。進化のプロセスとして現れた人類が約4000万年前、それから約500万年経った頃に神々の転生が始まったということで、天界の神々の中には波動の重い地球への転生を嫌がって拒否するものが出てきた。そのサナトクマーラがその筆頭だったわけですね。反乱を起こしたんですね。で一団となって上位の神々に反抗を抵抗してすぐに鎮圧されて、でこういった反乱軍の人間が裁かれて霊的暗闇に落ちていくと悪魔崇拝っていうかその恐怖支配に変じるんですよね。生贄を捧げさせるっていう。で、まあ、それが地獄の始まりだったんですね。でこの地獄からね人間として転生に入る者たちが増えてきた。そうするとまあ地球上がかき乱されるわけですね。地上が荒廃して、で結局人類は何度も絶滅の危機にさらされることになった。そうやってポールシフトが何回も起こるんですよね。で文明が高度に発達するところまで進歩しながら一瞬にして全て葬り去られる事態を何度も繰り返してきた。で3500万年前から2800万年前までそのような状態が繰り返された。で現在の地球は私が知る限りでは7度目の文明になっているということなんですね。この7度目の文明っていうのがどういうふうに7度目なのかっていうのをこれから説明するんですけど、長見さんの天界通信の Q でピラミッドの正確な建設年代を、彼女がピラミッドの地下に眠っている巨大なクリスタルに正確な年代聞いたっていう、これがねものすごく正確なんですよね。この通りなんで、ここを頭に入れておいてください。これを元に表を作ったらこうなります。第1回目の文明がここから始まるわけですね。ここから後が私たちの時代という形になるんですけど、紀元前の9555年にですねホピの洪水伝説で、最後に残ってたアトランティス の文明の残骸が完全に滅亡します。でも本当にここから旧石器時代もう一回やり直さないといけなくなった。これまでの間っていうのは北欧の神々が地球というかこの太陽系というのを統治してたんですね。結局まあクーデターがこの年代で起きたと思っていいわけですね。地球ハイエラーキーに彼らは滅ぼされて神々の座を追われてしまうと。そこからもう完全に新しい時代が始まると。で今ここからあと今の文明というのは7回目ということになるわけですね。サナトクマーラを指導者とする反乱に加わってクーデターを起こした主要な神々で、地球ハイエラーキー、まあ、こういう名前になって、これは偽名です。いわゆる成りすましです、彼らお得意のね。これですね、ジャドッケ神とか、宗公天皇、魔王天皇とかっていういろいろあるんですけど、これはですね、ゴズ天皇とハリサイニョの子供です。で、ゴズ天皇っていうのは、祇園精舎を寄進した長者、巣立ったのことです。
祇園精舎と関連付けられている日本の神社ありますね。で、それは彼らとかこの発信のを祀っているものなんですけれども、明治維新になってなぜかスサノオとそのスサノオの子供たちの神々ですねに祭神が入れ替わってるんですよ。これはいやらしい話で、彼らに正当性があるんですね。その神社はイスラエルの末裔が作った神社のはずなんですよ。彼らは日本の神々に偽装してるかもしれないけど、彼らが祀ってたのはハリサイニョとか長者スダッタの五頭天皇を祀ってたわけですよ。で、日本の神々にしたら確かにそれは気に入らんわね。かといってその神社の祭神を入れ替えて自分たちを拝ませるっていう乗っ取り行為っていうのは違法ですわね。だから天下一の改革っていうのはまずその祭神をちゃんと元に戻すっていうことがやったんですね。